マンチェスター公爵は、グレートブリテン貴族の公爵位。マンチェスター伯爵位を前身とし、第四代マンチェスター伯爵チャールズ・モンタギューが1719年に、譲されたのに始まる。モンタギュー公爵家は、本家筋にあたる。また、サンドウィッチ伯爵家とハリファックス伯爵は、分流にあたる。初代マンチェスター公爵、チャールズ・モンタギュー12代マンチェスター公。 アンガス・モンタギューとかつての邸宅・キンボルトン城。大倉卿を務めた、庶民院議員ヘンリー・モンタギューは、1620年12月19日に、イングランド貴族爵位マンデビル死爵と、カウンティオブ・ハンティンドンにおけるキンボルトンのキンボルトンの、モンタギュー男爵に助せられ、ついで1626年2月5日に、カウンティオブ・ランカスターにおける、マンチェスター伯爵に助せられた。 このマンチェスター伯爵の爵位名は、マンチェスターに由来するのではなく、ハンティンドンシャーのゴッドマンチェスターに由来している。しかしゴッドを爵位名に使うなど冒頭であると考えて、ゴッドを取り除いたマンチェスターに変更された。彼の兄、エドワード・モンタギューも庶民議員として活躍し、1621年にイングランド貴族爵位ボートンのモンタギュー男爵に女性られた。 この兄の家系は後に、モンタギュー公爵家となる。また彼の弟、シドニー・モンタギューの家系からは、サンドウィッチ伯爵家が誕生する。二代マンチェスター伯爵エドワード・モンタギューは、長老派貴族として、新京都革命の際に、議会派の東部連合軍の司令官を務めたことで、知られる。また彼の弟、ジョージの家系からは、ハリファックス伯爵家が出ている。 四代マンチェスター伯爵チャールズ・モンタギューは、中フランス大使や中ベネツヤ大使などを務めた外交官として活躍し、1719年4月28日に、グレートブリテン貴族爵位、マンチェスター公爵に助せられた。以降マンチェスター公爵位は、彼の男系男子の子孫によって継承されてゆく。四代マンチェスター公爵ジョージ・モンタギューは、中フランス大使を務めた。 5代マンチェスター公爵ウィリアム・モンタギューは長期にわたってジャマイカ総督を務め、その後トーリー党政権で郵政長官を務めた。2015年現在の当主は13代マンチェスター公爵アレグザンダー・モンタギューである。彼はアメリカ合衆国カリフォルニア州ニューポートビーチに在住している。 一族の本邸は1615年から1950年まで、キンボルトン城だった。道場は、現在キンボルトン学校の校舎になっている。文章に刻まれるモットーは、自分を変えることによってではなく、自分を捨てることによって、現在の当主13代マンチェスター公爵、アレグザンダー・モンタギューは、以下の爵位を有する。マンチェスター伯爵、公爵モンタギュー家系図。 ありがとうございます。